富士登山五中道五中道は、富士山を一周するルートのことのことで、富士高信者における修行として利用された道。富士山の五号目六号目あたりを一周する登山道であったが、現在は一部登山道としては廃止された。現在は一般的には、そのうち川口湖五号目尾には大沢崩れの部分を指す。 標高2300メートルから2800メートル付近の山腹を通る半時計回りに一周し、その距離は約25キロメートルである。縁の行者が始めた五中道巡りが始まりと伝わり、16世紀後半には各行が行ったという記録が残る。五中道を通る沢の中でも大沢崩れは特に危険で現在は通行不可である。 当初は標高2800メートル付近の1の越を使用していたが、明治初期には2の越に変更になり、昭和初期には3の越に変更になり、1977年に転落事故が発生し、通行不可になった。富士高信者における修行の道としては、3回以上の富士登山の経験と、制約書などがないと通る許可が下りないほどであったという。 2016年6月現在、なめ沢と仏石流しの2カ所で、崖崩れ状態で、復旧のめどが立たない状態にある。五中道のうち、柿部分が現在でも登山道として使われている。川口湖5号目をには大沢崩れ富士の宮口六号目、宝永第一下口御殿場口六号目、吉田口下山道志,志願、吉田口六号目川口湖5号目須走口本六号目。 吉田口下三道志願岸以下の部分が現在は、登山道としては廃止された。五天場口六号目、椿口本六号目、富士宮口六号目、大沢崩れ、日沢一一米沢、一米沢、ひ大沢、赤沢、青宅箱荒沢第二、箱、荒沢第一、出江流し木が、沢、桜沢、竹沢、不動沢、大宅前沢、二番,番、沢、一番、沢、仏石流し、なめ沢、次路相流し、 青草流しを流し込竹流し、吉田大沢津葉黒徳滝沢なめさ沢、国土地理院による。ありがとうございます。